こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。無人潜水機で世界のトップ3は米国、ロ、中国の3カ国となる。だが、ここで疑問が出てきた。中国は近年、急激な無人潜水機の急成長を見せている。そうだ、気がついただろう。2016年のあの無人潜水機を中国が拾った事件だ。拾ったというが、実際は持ち去ったというべき事案だった。当時、オバマ政権の失態が今頃影響してくるとは、米国も予想はできただろう。では、無人潜水機について詳しく話していこう。2020年6月20日の防衛省の発表によると、中国籍とみられる潜水艦が、6月18日に奄美大島沖の接続水域内を潜航し、静止したということです。接続水域というのは、領海の外側24海里、約 44.4km の水域で、違法操業の漁船や怪しい行動をする船舶に対して警告したり、動きを監視できる水域でもあります。領海のすぐ外側ですから、他国の船などは本来であれば航行はしない範囲と思われますよね。しかし、多国籍の潜水艦が通過しました。潜水艦というのは、本来、隠密性が命、と言われます。どこに、潜っているのかは、絶対に秘密です。乗員は、家族にさえ、自分の行動予定を、隠しているそうです。最高度に秘匿されていると言っても良い潜水艦の動向ですが、国の防衛に関わることですから最高機密事項です。ということは、世界中の国が自国の潜水艦の行動を明らかにすることなど絶対にありえないのです。同様に敵対国であっても、潜水艦の動向については自分たちの情報収集能力を公表することになってしまうので、一般的に公表することはありません。自分たちはこれだけ敵の情報がわかっているんだということは逆の視点から言えば、それほどの優れた情報収集能力を持っているのかと、当該国だけではなく、他の国々にもバレてしまうことになるのです。ことがことだけに、兼ね合いというものは難しいものですね。というわけで、潜水艦の情報の多くは公開されることはありませんが、中国の潜水艦が日本の周辺海域で活動していると考えるのは当然でしょう。これまでのこともありますし、公にならないだけで中国海軍の艦艇や船舶が行動しているのではないかと推測されます。また、近年、潜水艦だけでなく、アメリカ、ロシア、中国の3カ国が無人潜水艇の開発を進めていることが分かりました。これらの船舶は、新たに深刻な脅威になる可能性が大いにあるということで、にわかに注目を集めることになりました。
開発費用は高くつきそうですが、不妊なら破壊されればそれまでです。自爆装置をつけていれば敵にデータが渡る心配もないでしょう。また乗員が捕虜になって情報を暴露してしまうという心配もないわけです。さすがにこの時代、人間の口から情報を引き出そうと時間や手間をかけるのは効率的ではないような気がしますが、では迫り来る脅威となりうる不妊潜水艇について開発状況や運用要領をざっと解説します。その上で中国が開発しているHSU-001 無人潜水艇がどのレベルにあるのかを分析し、防衛省との対応について論述してみようと思います。一無人兵器の開発に力を注ぐ中国2019年10月の中華人民共和国創立70周年記念軍事パレードで多くの新型兵器が公開されました。その時に HSU-001 無人潜水艇も公開されました。注目を集めたのはミサイルでしたが、この HSU-001 マニアの注目の元となったそうです。もともと中国では兵器を無人化する場合、航空機を主体としていました。というのは中国には無人ドローンの世界シェアトップの会社があります。だからこそ無人の航空機開発を進めてきたのでしょう。無人化を進めるということは、前述の通り日本にとって新たな脅威が現れたということを物語っています。軍事大国の名にかけても最新兵器の開発に遅れをとってはならないという決意のもと、巨額の経費をつぎ込むことでしょう。に無人潜水艇の開発の動向と課題、中国が UUV 無人水中高層帯運搬ネットアンダーウォータービアクルの開発に力を注いでいることは一の通りです。では一般的な UUV の開発と課題について紹介しましょう。 UUV にはセンサーや兵器を搭載されており、半自立または全自立で行動する機体です。人間が乗り込まないので人間用スペースは不要です。言うまでもなく人間用よりはずっと安価で導入できますし、生身の人間では耐えられないような過酷な環境下でも運用が可能です。しかし何分も開発途中なので課題は山積しています。まずは長時間航行するためのエンジンです。続いて自分の位置を測定するためのシステムの向上が必要となります。他にもデータを伝えるシステム、海中の障害物を回避するためのシステムなど様々な課題が考えられます。3中国無人潜水艇の能力 HSU-001 のサイズは幅 1.5M、 全長が 5.0M で、中国の通常型潜水艦と比べると非常に小さく、15分の1程度のサイズということです。この艦は高度な自立性は持っていないので、後部の通信マストから指示を
受けて運用されるそうです。船体にはハードポイントという何かを搭載するために構造が補強されている箇所が何箇所か確認できます。ということは、この HSU-001 には、魚雷や爆雷などの武器を外装することを想定していると考えられます。4中国無人潜水艇の運用構想。女王型 UUV をアメリカのボーイング社が試験したそうです。無充電で、数ヶ月間、約1万キロメートルもの活動できるという結果が出ました。一例ですが、グアムから上海沖までは2500キロメートル程度の距離ですが、その距離をゴノットで航行すれば、上海までは約2週間、上海沖で、1ヶ月ほど活動した後、2週間で、グアムへ帰投するという2ヶ月の活動が可能になるのです。経費的にも時間的にも優秀であることがお変わりでしょう。湖領海内を潜航する無人潜水艇の排除。1996年、平成8年、中国の原船が日本の領海を侵犯するという事件がありました。これを受けて、日本は領海内の戦没潜水艇に対して即海上における警備活動を発令し、当該艦に浮上を要求し、従わない場合は、退去要求などの措置を実施するという法的枠組みを整備しました。といっても、これは一方的な対応で、相手がこれに応じない場合に、どうするのか、強制手段はありません。そして、相手が UUV の場合は、誰に、浮上要求や退去要求をするのかという、問題があります。加えて、UUV の活動を終了させる法的な根拠も、今のところありません。将来的には、世界中で UUV が運用されると思われます。領海内で行動する無人水中走行体への対処ルールをきちんと規定するべき時期に来ているのではないでしょうか。6無人潜水艇等に対処する法的枠組みが必要。日本の海中における無人化技術が遅れている事実は残念ながら顕著です。海中における無人化や自立化を進めるためには海洋環境を把握する必要がありますが、UUV の開発にかけてはアメリカが進んでいますし、すでに実用化されているものも多いのです。その一方、民間ドローン分野では圧倒的なシェアを誇る中国が急速に力をつけていることも事実ですし、アメリカとの差も急速に詰めつつあります。無人潜水艇の最新技術に法的な枠組みが追いついていないのは事実です。だからこそ、効果的に対応できる法的枠組みを早急に作り上げる必要があると思われます。